この男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。金の音が響き渡ってまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ストンピングです。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。スリーパーに捉えます。打ち込んでまいります。掴みます。腰骨のあたりを打ちつけてまいります。あっとエルボー、ロックアップ、対角線に飛ばした。ランニング下のエルボー、ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。ロープに振って抱えます。逆に投げてまいります。フロントからのキック、キックで返します。ここでタッチです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げ捨てます。ストンピング、蹴りつけてまいります。全身でぶちかましてまいります。WAR スペシャルに持ってまいります。グーパンチです。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。雄たけびを上げます。キックを打っていきます。逆に返します。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。逆水平、掴んだ。あっと叩きつけてまいります。行くのか、コーナーに振った。コーナーに打ち据えてまいります。腕を回します。ジャックハンマー、ギロチンを落とします。スイッチしてまいります。立ってまいります。チョップであります。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。抱えます。外してまいります。ロックアップ、パンチで返します。腕をフックします。
打たせません。組み合います。リング上はヘッドロックの体勢。蹴ってまいります。バックドロップの体勢。岩石落とし、バックドロップであります。腰を落とします。投げ捨て式のパーパーン。ガチッと組み合った。コーナーに振った。あっとコーナーに据え付けた。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。蹴り上げていく。腕をフックした。あっとストバックのあたり。ラリアット引き起こす。バックに回った。顔から砕け散れ。フェイスクラッシャー。引っこ抜きか。ドリルはホールパイルドライバー。ここでスイッチ。抜くのか。ハンマーパンチ強烈。引き起こす。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。キングコングにドロップ。いけるか。リフトアップで抱え上げる。ストンピングを叩き込む。あとうまく切り返した。抱えた。全体重を浴びせた。アバランシュホールド。ロープに逃れました。シュミット式で落としていった。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。フィニッシュになるか。ここでロープブレイク。組み合った。ロープに飛ばした。アットキック。さあ決まるか。ロープブレイク。キック。ガジェット組み合った。コーナーに振って。背後からキャメルクラッチに移行する。ギロチンを落としていった。腕を回した。ブレーンバスターで投げつける。一気に料理するのか。起こした。ラリアットなぎ倒し。ストンピング強烈。ここでタッチだ。いけるか。対角線に飛ばした。全体重を乗せたエルボー。組み合った。コブラが締め上げていく。フロントキック。蹴っていった。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。ぶちかわし。エルボードロップ強烈。立たせていく。腕をフックした。 DDT。 逆エブで一気に反り上げる。リングに戻ります。いけるか。
エプロンサイドから投げていった。場外に移行した。掴んだ。おっと、そのまま後ろに投げていく。立たせていく。エルボーで返す。リングに戻ります。フィニッシュに持ち込むのか、決めに行くのか。強烈ダブルに力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。アバランス気味。